はい、おはようございます。ゲームサッカーマサオです。今ね、鹿児島霧島のね、アモリ川っていうところの河川敷にいるんですけど、今日ねお話ししたいのは、JAL が行っているそのアプリ、マンポ系のようなアプリがあるんですけど、歩くとマイルが貯まりますと、まあ、やられてる方は結構何人かいらっしゃると思うんですけど、まあ、そのね、それをね1年使って、まあ、どれぐらい貯まったかとか、そういうね傾向をお伝えしたいと思います。でそのちょっとサマリー言いますと、まあ、JAL のね、JAL ウェルネス&トラベルか、これ使って、まあ、どれぐらい貯まりましたかと、1年計ですね。それから、まあ、おすすめポイントですね。いいアプリなんで、まあ、おすすめするところは結構多々あります。で、3番目ね、実はね、裏技があって、このアプリの裏技をね、ちょっとお伝え したいと思います。はい。で、まずね、どれだけ貯まったかも。私ね、1年使って、正確にはね、14ヶ月だ。最初の2ヶ月が無料で、あと12ヶ月使って、14ヶ月使ってます。それでどれだけマイルが貯まったかと言いますと、先に答え言います。ドン。6000マイルちょっと。6027マイルかな。貯まりました。で、これ割る14すると、430マイルね。約ですけど。なので、まあ430マイルぐらいが貯まるのかな。これ結構歩く人にとってです。で、私大体平日はね、1万5000歩以上は歩いてる。まあ土日は歩いたり歩かなかったり、まあ旅してるんで、まあ旅の時はもっと2万歩とか歩くんですけど、そういう人が出した数字なんで、で、まあ月々こうずらーっと並べてみると、まあ大体4、500マイルぐらい貯まるっていうのは結構としてあるのかなと思います。で、一月だけね、3月が800何マイルかとなって、まあ一気に100マイルもどんどんとか出たりして、まあこれ確率で当たるんで、各辺いろいろあると思うんですけど、まあ、たまにしかそういうのはないです。で、大体平均的に400、500マイルなんですけど、まあ、2月だけね、少ないところがありますね。5月ね、2023年の5月はね、200マイル台。これ実はね、私全く歩けなくて、今ちょっとヒルニアまだ倒れかけなんですけど、なんで、まあ、そういう月はね、もう全く溜まりません。で、あと、昨年の8月で、2022年の8月も、ちょっとしか溜まってないし、200何マイル。これね、某 C なんとか感染症になって、まあこれ、しょうがない。自宅の中でね、過ごさないといけない時間が時期だったんで、まあ少なかったです。まあそれ以外はね、400、500マイルぐらい月貯まるのかなと。で、まあ、これね、いいところを言いますけど、まあおすすめするポイントとしてね、万歩計としてにすごくいいです。で私ね、JAL も ANA も両方ともね、月550円払ってね、サービス、使ってみてるんですけど、ANA、比べるのもあれですけど、JAL はね、非常に万歩計としてもいいです。性能がいいです。ですので、まあ、歩数をね、結構気にされる方は、こっちの JAL の方をお勧めします。まあ、あとはね、まあ、密かにオーディオブックとかね、そういうね、こう、ちょっと付随するね、サービスもあって、意外と聞きまくりました。まあ、これもね、まあ、ちょっとした、付帯サービスですけど、まあ、いいポイントだと思います。あとね、ネットにはね、いろいろ評判書いてるんですけど、私の感想としてはね、不具合ほとんどないです。まあ、Android で使ってるんですけど、なんかこう、反応しないとか、そういうのがなくて、まあ、あえて一点だけね、ちょっと注意するところを言うと、まあ、これ24時間、1日使って0時になるとこうリセットされて、前日のノーマイルをこうポチッと押すと、くじ引きが始まって、もらえるっていう仕組みなんですけど、その、0時過ぎて、一歩も歩いてなかったら、まずそのボタンを押せないので、まあ、ちょっと歩いてから、歩くと、10歩でも歩くとそれが押せるようになるっていうのをね、覚えておくといいと思います。はい。で、あとね、まあ、これ、実は裏技があるんです。この裏技ね、ぜひ覚えておいていただければと思いますけど、こう、なんていうのかな。ちょっと振るんです。こんな感じで。振るとですね、なんと、歩数計、これぐらいで、だいたい、ゆっくりでいいんで、こう歩くと、10歩歩いた分ぐらいになるんで、あと200歩歩くと1万歩だとかあると思うんですよ。すると、こう、ちょっとこう、振ると、カウントしてくれるというね。これちなみに、ANA の、マイルの、なんだっけ、ANA ポケット、そっちは反応しないんですけど、JAL は反応します。まあ、これ550円払ってるんでね、みんなマイル目当てなので、ぐらいあっていいでしょうと、まあ、私は思ってるんですけど、まあ、ともかく、全く歩かない人、特に6000歩以下とかね、8000歩ぐらいでも
1日8000歩ぐらいしか歩かない人でも私はあんまりお勧めしないんですけど、1万歩以上歩いて前を止められて、という人にはね、まあいいのかなと、ね、思ってます。まあ、私も本当に歩く人でもこれぐらいしか溜まってないっていう現実です。まあちょっと2月だけね、ちょっとあんまり歩けてない時があるんで、まあそれも加味しても、もう500はいかない、500マイルはね、月平均でもらえないと思います。はい、で550円で、それが良しとするか、まあどう思うかは皆さん知らないですけど、で私実はね、辞めました。5月31日で辞めました。まあ14ヶ月使ってね、なんで辞めたかって、このまあ今6月になってるんですけど、まあ2023年の5月の中旬ぐらいにこのヘルニアになっちゃってね、全く歩けないんで、歩けないとね、もう本当にマイル全くたまらないという仕組みなんで、これはいかんなと思って、さあ、あと6月の終わりぐらいまでに直すつもりなんですけど、ちょっと1万歩っていうのはね、厳しいと思ってるね。まあ、6月中なんですけど、まあ、そういうことも含めて、一旦解約しました。で、元気になったらね、また、復活するかもしれないし、まあ、その辺はね、体調見てくれます。まあ、ちなみに穴はね、まだ、穴ポケットの方は継続してます。まあ、こっちはね、まだ5ヶ月ぐらいしかやってないんで、ちょっとジャルとアナ、また比較してみたくて、こっちもまあ、また機会があればね、お話しますけど、今日はね、ジャル、トラブル&、違った、ウェルネックス&トラブルです。あともう一つ言うとね、これほら、アンドロイド使ってるんですけど、アンドロイドがほら、アプリを落とすときに、ね、K、ダウンロード数とか出てくると思うんですけど、ちょっとしかね、数字出てなかったんですよ。10万以上だったか1万以上だったか思いましたけど、ということはまあ、それぐらいしか使われてないっていうね、まあ、これは有料アプリの差がでもありますけど、まあそういったアプリではあるんですけど、まあ、あと様子見でね、いろいろ試していきたいと思います。ちなみにここもね、マイルで来てると思います。まあ、マイル大好きです、ということでまたそういう情報もお伝えしていきたいと思います。はい、じゃあね、今日はジャルとウェルネス&トラベル、14ヶ月使ってどんな感じでしたかっていう情報でした。ではゲーム作家マサでした。またね、こういう情報をお伝えします。ではでは、じゃあ今から始めてみます。